甘くなった。のちのち言うとりますがな。この方でしょ。行方不明なって吉村舞さんなの。ああ、ご本人登場。モノマネしてんじゃないですわよ。ゆっくりと帰る。すぐ帰る。すぐ帰ってくれた。行きますわよ。せーので行きます。せーの。この世界は異常です。虫の手が。あ、これは、虫じゃなくて酸素スプレーでした。すみません。怒りが今って虫スプレーかと思って画面に噴射しちゃった。どこにいるの？待って、いい人すぎる。イタチ様！なんなんですの？善人をいじめるな！なんかちょっとエモいな。店長のすごいところは皆様って今まで釘が刺さりっぱなしだったじゃないですか。店長は自分で引き抜いてます。ここご飯じゃないですか。うわー、あなたは中村さん。中村さんでは吉村さんでした。あ、吉村さん、もうなんか自分もこっち側になってきたの。ちょっと、あ、吉村さんお疲れ様ですみたいな気持ちになってしまった。え、ほら、もう吉村さんパーティーに加入してる。あの落書き、鏡の裏から書かれてませんか？え、バカなこと言わないでよ。おらやん、いっぱい来た。目が以外にもいた。4人もいた。あ、店長、目が後ろにいますよ。出てこないわけが。ほらね、言ったでしょ。ほら、行うって言ったものね。あ、手が出てこない。あ、こ本人ご登場したわ。まさかのね。あ、でもほら、手は出てきたのね。手は出てくるからね。手は出てきてるから。どおー、後ろにいる。行方不明になって吉村舞さんなの。あれ、さすがにいろんなところから出てくるやん、こいつら。油断してた、今、完全に。絶対いるから、これ。メイクとかいっぱいいるから、吉村さんとか。ほら、言ったもの。ほら、言ったもの。こっちは、この人こっち向きます。向きません。うおー、ハエはいいのよ。ハエはカメラに映り込むの。ハエはどこにいるの？あ、もう言葉が変わっちゃうんじゃないの？そこにいるの。あ、両目行かれた。両目行かれてる。メゴが出てくるじゃん。メゴが、先輩こっちだよって。あ、襲ってくる。これ吉村さん、やばい。吉村舞さんも一緒に行きたいわね。テスト前。いや、見えるけど、それはみんなが共通テスト前だから、テスト前に見えるんじゃないの？いや、でも見えるよね、手数と。え、見たいの、なんか手が。あ、この落書き、鏡の裏から書かれてませんか？てえ、バカなこと言わないでよ。父兄の皆さんも共通テスト。あ、いるって。うわ、なんかもらった人形がすごい吊るされてるけど、ここ何？ここ何なんだろう。あ、捨てられちゃってる。ここ何の部屋？あ、待って。急げば間に合う。こういう時は急げば間に合う。溶けた。行方不明になって吉村舞さんなの。いや、次の日の主人公。あ、ここだよ。不意打ちって、また停電？ライト、どんな状態でも効くからな。対抗することによる恐怖心を書き消す作戦。あっ、お前かいじゃやめろ。もうちょっとどこにいるの？あ、息遣いがなんか今までの人たちと同じになっちゃってる。えっ、そこにいるの？います、店長。傷が痛い。医薬品売り場から何か持ってきます。待っててから。でも絶対無理だって。バンドエイドとか貧血防止の手伝いとかでどうにかなるレベルじゃない。頭が割れる。ここが境目。あ、進めば2つ。うるさい。吉村さんだ。待って、ついて。ほう、進めば2つ。この落書き、鏡の裏から書かれていませんか？確かにね。え、バカなこと言わないでよ。うわー、勢ぞろいです。いっぱいおる。帰ろ
か。帰りてえ、帰りてえよ。うん、ちょっとシュールだよね。ブラックホールのような。お、あ、万引きは良くないですよ。やめてくださいね。ああ、ああ、ああ、出てきた、やばい、出てきた。逃げないと。行方不明になった吉村舞さんなの？普通に営業できてんのがすごい。ああ、そうです、私です、私が吉村ですって感じで出てきた。また停電、流れ変わったな。ライト、ペンライト。おお、全員集合しちゃったということは今8時。あ、やめてわー、油断してた。あー、待て待て。わー、無視や無視。どこにいるの？あ、びっくりした。そこにいるの？店長もやられたか。やられてまだ時間経ってないのかな。あー、あー、なに、吉村さん。え、うわー、あの、この落書き鏡の裏から書かれていませんか？確かに逆さ文字だもんね。え、バカなこと言わないでよ。右見ろ、いるいる、いるって。多いな、増えたぞ。怖い怖い。手足受けて。吉村舞さんなの？もう急に来るのやめて。また停電？んなわけないんだよな。そんな停電来るわけないんだよな。ライト2日連続で起こった時点で絶対に何か探るべきなんだよな。停電がさ、怖すぎ。わっわー、待って、やめろ、待って、やめろ、それ待って、やめろ。わっ、もうやめて、本当に来たの？本当にそれを一番やめろ。どこにいるの？うわー、急にめっちゃ怖い、びっくりした、びっくりした。そこにいるの？いません、いません。いけるんかこれ。うわー、なに、うわー、吉村だ、逃げろ。よ、吉村舞さん、よく下の名前覚えてたな。え、これついてく。あ、この落書き鏡の裏から書かれていませんか？え、バカなこと言わないでよ。バカなこと言って見えねえのか、お前で。怖い、待って、夢に見るやつこれ。ぽよりまだ今年の初夢見てねえで。あ、いる、裏、ちょっとそこ鏡じゃなかったですか、もともと。吉村舞さんなの？なんでそれ出してくんの、おかしいです。そこにはいない、そこに吉村はいません。また停電。さっき身代わり持ってなかった、小百合、ライトを。あ、助けて。虫、キモい。ここにいるの？あ、店長！でも店長さっきガンギ待ってたからほとんどこんなような顔してたわ、最初から。え、あ、もしかしてゲス？メグじゃない、吉村！ゲス、ゲス帰る、吉村も一緒に帰ろう。あ、鏡文字ってことね。やつは向こうにいるんだ。うわ、うわー、すげえ。思ったより全員来た、すごい。なんか親戚へのテレビ電話みたいな感じだった。おばあちゃんもいるよみたいな。やっぱか、関係があんだこの藁に。おいおいおい、来てる来てる。おいおいおい。スプラトゥーンのように滑らかに落ちていきましたね。うわ、来たー。いや、いるけど、主人公
いる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 、めっちゃ笑ってる、元気そう、写真より元気。いやーこれはもうダメだ、助からないって。うおーびっくりした、プリクラじゃん、みんなで顔寄せ合って。あー危ない、うわーお前かいね、左からねハエが、よし、おお右からもハエがメグメグ、そうだよ、会えなかったからそのままメグを探すんだよ。うわーびっくりした、誰、ユリの間のババアか、珍しい、そこにいるの。あー、あれ釘じゃない、そういうパターンもあるんだ。私も片目を潰されました、私も片目を潰されました。うわー来た、メグ、お前メグだっけ、あ、吉村さんだ。思ったよりこのスーパーでかい上ある、あの、この落書き鏡の裏から書かれてませんか、嘘だろ、鏡の世界に閉じ込められてる、バカなこと言わないでよ。いやおい、今までの店員たち、待って、店長、店長の後ろにメグ、店長の後ろにメグ、やばい、出てくる、わかる、ねえこんにちは、店長ですよね、店長がやったんですよね、あなたのこと、逃げろ、反対だじゃ、テメストリーム、好きなアーティストかなんか、バカなこと言わないでよ、なんて読むの、手助けてって書いてあるのか、絶対1人分の手助けてなのに4人も来るとは思わなかったな、なんか虫待ってるよね、店長も、あれこれ、あれユミちゃんじゃない、あ、違うわ、あなたか、あれごめんごめん、間違えちゃった、ごめんって、あなただったね、ごめんね、勝手にユミちゃんにしちゃって、似てたもんだすから、怒んないで、みんな似てるのよ、行方不明になった吉村舞さんなの違うすかさずそうだね、停電には焦るんだね、また停電、ライト見えてる、ユミちゃん、大変、ブレーカーが落ちたの、あ、やっぱ見えてないんか、ユミちゃんには、ちょうどでした、ありがとね、お前はナビじゃない、キモいんだよ、虫は本当に嫌だ、幽霊はまだいいけど虫は本当にやめて、どこにいるの、めっちゃ仲良かったんじゃん、普通にこんな形で、誰そこにいるの、あー喋れてない、ダメですねこの店長、定時なんでお先に失礼します、そうだよ、ユミちゃんは10時までだから、なんだ9時までじゃない、あ、メグ大丈夫、あ、これ吉村さんや、まあ、急いだ方がいいのかしら、あ、一緒に行く、この落書き鏡の裏から書かれてる、他のこと言わないで、うわ、今ダダみたいなやついたけど、うわ、
吉村舞さんなの？あっ、もうやめてよ。 BGM にそぐわない、お前の顔は。またおかしいって。ピアノ、この落書き鏡の裏から書かれて、うわーぽいよね。いや怖すぎる。え、そんバカなこと言わないでよ。はあ、あ誰誰誰誰、メグを出せよ。あ、メグ、わらにこんにちは、お疲れ様です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 。行って行って行って、走れ走れ走れ。うん、あー来た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 、逃げて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 、急げ、走れ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 、来てる来てる来てる、後ろ来てるよ。行方不明になった吉村舞さんなの？ファーム、いや、ヤッホーじゃないね。ひょっこりやめ、やめろ、やめ、ちょい残しすなやめろ。また停電？ライト、わー、やばいって。でも何もしては来ないんだよね。大変、ブレーカーが見えないの、奥の人たち。いや、いいわ、鈍感系だからな。あ、消えた。さあ、もうやめて、ワイヤーでちゃうねん、やめろ、カメラに映す、や、ワイヤーでちゃうねん、やめろやめろ、あっち行け。いやー、虫が映りたがりすぎる。どこにいるの？わあ、そんなことする理由なくない？なんで下から縫って出てくるの？店長も来たんだ。おい、キリタチさん、店長はなんで来たんだ？身代わり関係なしに来たの？そこにいるの？あー、なんで目ないなった？あ、もう五寸釘打たれちゃったってことか。あ、万引きしたのはお腹減って取ってたんだ。ネズミ食べるって言ってたもん。あー、みんな、あー、大丈夫？ぐちゃぐちゃぐちゃ、あー、あー、両目に刺さってる。いや、悲しい感じだったんだ。この落書き鏡の裏から書かれていませんか？あ、そうなの？気づくね。え、バカなこと言わないでよ。やっぱりキリたち頭いいな何のあれなの、この人たちは。え、なに、なんでこんなに藁人形刺されてんだろうね。ひょっこり出てくんな。あ、か、え、鏡のとこから掘れるじゃん。行方不明になった吉村舞さんだ。そうです、私です、みたいな感じで出てきたね、今。帰れ帰れ、今呼んでない。また停電？ライトつけるつける。あ、思ったわ、いっぱいいるよな、それ。あ、もうあっち行け。でもなんかゴミがすごいね。どこにいるの？でもだいぶダメージ負ってたけどな。ごめんごめん、喋っててちょっと見逃したけど。あ、来た、次の日。このおばちゃん結構謎なんだよな、ちょいちょいでなんかピックアップされるけど。そこにいるの？いや、もうこれ絶対目から出てるでしょ。ああ、刺されてるわ、ブスリー。私も片目を潰されました。冷静すぎやろ。17歳で出てくるセリフじゃねえぞ。私も片目を潰されましたって。吉村か？でもやっぱ平行世界って言ってたからさ、鏡の向こうに映ってるところが現世なのでは？パーなのでこっちはチョキを出します。皆さんチョキを出してください。絶対に勝ちます、この勝負。鏡の奥から書かれてませんか？絶対そうだよね、どう見ても鏡文字だもん、文字通りの。いや、バカなこと言わないでよ。いや、絶対マジックミラーですってこれ。え、裏側から見てますって誰か、これ。店長、店長、ちょっとか、あー、待って、グーにされた。パーにして、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 勝てねえ勝てねえ、チョキじゃ負ける。なんかちょっとよくわからないタイプのね、近代アート、現代アートの展示会みたいになってる。あ、ちょっとね、青くなったところでね。えっす、ふぅ、あぶねえ、危うく叫ぶところだったぜ。どうも。むせちゃった。あー、近づいてくるタイプ。早く行こう早く行こう。あー、あ、絶対無理だって、絶対勝てないって。もうあいつ鏡の中移動してきたらさ、こっち勝ち目なくない？カブラキ無理だもん、鏡の中移動するの。ずるいってそれマジで。行方不明になった吉村舞さんなの？そうじゃない？
めっちゃ適当じゃない。何、え、そうじゃない、急にやる気なくせじゃん。うわ、びっくりした。あ、でも笑顔、でも笑顔。また停電、停電多すぎ、電力不足ってか。日本の未来を明るくしていくぞ。絶対つけない方がいいよね、だと思ったの。負けねえし、しかないじゃん。うわ、びっくりした。ちょっと待って、右手つった、痛い。左手さえ無事だったらキー押せるから。あ、びっくりした。許さねえかな、マジ。メグどこにいるの。もういないよ、メグは君がいる。うわ、びっくりした。そこにいるの。あもうダメな感じだもんね。うわ、びっくりした。ちょっとやめてください、ちょっと水音バンされるんでやめてください。あ全皇帝吉村舞さん、パーティーに加わってる。なんでそんな思うの。ねえ、おかしいなって、ほら、おかしいじゃん、おかしいやん、いっぱい変なのおったやん今。なんでは、ねえメグおるよ店長。なんですか。ねえやめてください、おばさんやめてください、帰りなさい、元の世界に。なんで見えてないの。え、鏡ないなった。吉村さん、ちょっと声も出ないかな。ピカってなるだけだから、祭り急に来たもん。まだ停電だ、連れてかれた。反対側、別に大丈夫やし。あ、ブザブザすぎる。お前うざいか。大丈夫、2回目はさすがにね、さすがに先輩。うわ、ちゃん、そこにいます。見えない。待って、なんで、あれ、光が怖いから自分で閉じちゃったの。潰され、人にやられたんだ、誰か知らない、誰に、何。うわ、吉村さん、何、吉村さん、ゲース来るの。あの、この落書き鏡の裏から書かれていませんか。え、バカなこと言わないでよ。ああ、店長にあの人形押し付けたからあっちに行っちゃった。やばい部屋すぎる。キリタチさん、あの、後ろ。あ、さすがに気づいた。あ、気づかず。行方不明になった吉村舞さんなの。ピンポーンみたいな。うわー、ライトを。大変、ブレーカーが落ちたの、気づかず。わ、また虫。うわ、ハエはもういて、どこにいるの。最後知らないおばあさんエンドやし。え、あ、まだあった、よかった。そこにいるの。目ないなってる。わー、あ、ちゃんと驚いた。あ、吉村さん、おお、連れ込んだ。いい、あの、この落書き鏡の裏から書かれてませんか。鏡の裏の世界に行っちゃったとか。え、バカなこと言わないでよ。もう早く、ねえ、早く。もうバカ、もうビビ、あ、もう出てきて、持ってます、早く逃げましょう、早く逃げましょう、早く逃げましょう。行方不明になった吉村舞さんなの。ねえ、こんにちは。にわーし。え、なにこれ、万引きしたやつからああなっていくの。神様の天罰で。また停電、ライト。あーあー、もうこれが一番無理。もう気がキモいんじゃ。どこにいるの。これ結局さ、自分がキリタチさんがこっち側の世界に行っちゃったってことよね。わー、わー、そこにいるの。光が怖いから目つぶされてんの、もしかして。あー、もう古いじゃん。何、何、もう一人の僕。違う、吉村、やばい、
この落書き鏡の裏から書かれていませんか？裏から。バカなこと言わないでよ。お。お。増えてる。うわ、もう青いって。ああ、人形多すぎやろ向こう。一個だけじゃなかったんか？俺が持ってたの。そんだけ数あったらさ、さすがにビビるぞ。ゆっくりしてってくださいね、本当に。はい。閉店ですよ、もう。出てってくださいね。昨日の人、確かにこの人だった。夢で見た。会ったことがある気がする。忘れちゃいけない。あの人、名札にあった。吉村って、行方になった。吉村舞さんなの。私だよって。ご本人登場。一度涙。また停電？ライト。ライトお願いします。もうネズミがずっと死んでる。あーびっくりした。もうやめて、何回もそれ。おい、左に行くゲームやんのに奥に行くようになったぞ。今回初めてだ、こんなの見たことない。そこにいるの。私はまだ固めなんで大丈夫ですけど、もう店長終わりっすよ。もう多分帰ってこれるかも。いいのかな、私だけ行っていいのかな。これメグ帰ってきたの？違う、吉村さんだ。吉村さん、これ間違えた。メグじゃない。あかん、逃げるで逃げるで、これあかんって。これこの落書き鏡の裏から書いてませんか？バカなこと言わないでよ。はい、そこはびっくりしま。あ、メグがいる。うわ、何？人形多くない？行方不明になった吉村舞さんなの？いや、そんなさ、ひょっこりでは私そこまでびっくりしませんよ。また停電？ライトを誘われたわ。お前ふざけんな。裏側見せんじゃねえ。もうちょっと羞恥心を持て。虫でもさ、お前全てが見えてんだよ。どこにいるの？そこにいるの？ありゃまあ、吉村さん。あ、一緒に帰るのね、赤べこになって。この落書き鏡の裏側から書かれてませんか？バカなこと言わないでよ。アバターじゃないんだよな。おお、いっぱい来ちゃう。おかしいね、そんなのあるは。なんか困ってる？開けようか？あ、なんか出てきとるね。ごめんね。うわー、行方不明になった吉村舞さんなの？おお、出てきてる。吉村舞、もう近くにいます。目の前にいます。また停電？ライトは絶対囲まれてる。うわ、ほらー、分かってるんだ、わらわは。おい、ガリガリネキ放置？スルーなんだ。おー、はいはい、どうもこんにちは。どこにいるの？メグー。おーい、おい、メグじゃない、おばちゃん出てきたって。そこにいるの？いるよ。うわー、おめめないな。たった。何？なんかみんなコクコクしなきゃいけないルールでもあるんかな？流行り？この落書き鏡の裏から書かれてませんか？そういうこと？こいつが裏から書いてんのかな？バカなこと言わないでよ。たくさんいるね。いっぱいいる。だいぶえげつないことになってますけど、このゴミ捨て場。もう電気もブラックライトになりはるし。うわー、あかん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 。この
探してる人いますけどね。全然気づかない感じ。これほんと、めちゃめちゃぐちゃぐちゃ言ってる。行方不明になった吉村舞さんなの？このスーパー二人も行方不明者出してやばくない？本当にやばい。普通だったら閉鎖するべき。吉村さん、なんで吉村さん脅かしてくるんですか？せっかく目線隠れてるのに目元めちゃめちゃ目さらしてくるやん。また停電？ライト、おかしいね。あーすごい、たくさんいる。あーいたいやあ神田さんね、背景は大丈夫ですから僕で隠しますから、皆さん安心してくださいと。どこにいるの？ああ、もう全然出てこない。おばさん全然違う、それ違う。そこにいるの？怖いよ。あー、びっくりした。誰か落ちてきた、誰か。あれ、吉村さんですね。ついてくるんかーい。この落書き鏡の裏から書かれていませんか？いや、確かに。え、バカなこと言わないでよ。ギャー出てきすぎ、降りすぎ、爪爪やん。いや、何人か、メグ鏡の中に入れられてんのかな、結構な量が。多分この人もおるんやろね、この覚えとこう、この髪の。あ、やっぱこの人もやばい。もともとのパートの方なのかな。助けてほしそうですけど、だいぶ。もうそこまで出れたら、助かってるのでは。そこまで出れたらもう鏡から出れてないのか、それは。行方不明になった吉村舞さんなの？なんでやねん、出てきすぎやって。また停電？ライトうわ、えぐ。めっちゃおるやん、顔でかいの。メグはそんなやつじゃねえよ、虫、シンプルなやつ。ああそこにいるの？うわぁねえ、店長はさ、身代わりでも何でもないのになんでやられてんの？な誰にやられたん？どこにいるの？あぁ、なんやねんこいつ、誰やねん。帰れないぞ。あぁ、なに、どうして、え、私、吉村さんだ。この落書き鏡の裏から書かれていませんか？確かに。え、バカなこと言わないでよ。おお、いやいや、出てきてるって。これはあれなのかな、桐たちさんにしか見えてないのかな。これじゃね、これは誰、これ桐たちさんじゃないよね。の、この人か。気づいてないね、桐たちさん。桐たちさん、そっちには気づかないんだね。なんで？うわ、なんで？行方不明になった吉村舞さんなの？そうよ、私が吉村舞よ。みたいな顔してた。伝わった。また停電？ライト。やだー、この音嫌い。この音嫌いだから、この、どうやってこの音作ってんの？もういいんだね。いやー、キモい。キモいんだけど。いやー、もう、しつこいし、キモい。キモいし、汚いし、臭い、最低、マジで。もう出ないで、虫やめてほしい、本当に。汚いさ、腹っ皮の方見せないでほしい、本当に。どこにいるの？うわぁ！いや、メグじゃなくない？誰？そこにいるの？でも、もうメグ？ローテーション。うわぁ！やだ、メグ。はぁーって乗ってる。はぁーって、これメグじゃない、吉村さんだ。はぁー、はぁー。シンクロしてる、吉村さんとシンクロしてる。ぬあぬあぬあ、意外にゆっくりだったな。